今日はモッツァレラインカロッツァを作りたいと思います。今回このモッツァレラインカロッツァですね、まあ、モッツァレラの揚げパンといったような感じになるんですけども、やはりこのモッツァレラインカロッツァは、まあ、有名なのはカンパーニャ州、まあ、南イタリアですよね、まあ、ナポリが有名な場所なんですけども、まあ、僕が行った当時そのカンパーニャ州サレルノですね、まあ、そこで食べたモッツァレラインカロッツァが非常に衝撃的で、まあ、本当にこのパンをモッツァレラで挟んで揚げるだけのシンプルな料理なんですけども、まあ、本当にそのモッツァレラの香りだったり、まあ、美味しさですよね、非常に感じられる、まあ、調理法なので、まあ、今回はこのモッツァレラインカロッツァをシンプルに作っていきたいと思います。はい、では作っていきますね。今日はこのモッツァレラインカロッツァなので、まあ、最初にパンを切っていきますね。まあ、今回このパンは本当にいわゆるシンプルなパン、まあ、イタリアでいうテーブルパンみたいな感じなんですけど、まあ、好み の美味しいパンで作ってあげたらいいかなと思います。でこの今回この結構柔らかめのパンなので、まあ、このまま使いますが、もしそのパンのいわゆる周りですよね、硬いかったら取ってあげたり、あとはそうですね、シンプルな、まあ、本当に好みのパンで作ってあげて、美味しくこのまま挟んであげるので美味しく作れると思いますのでって感じですね。で、まあ、厚さはだいたいそうですね、この1センチぐらいの幅で、まあ、ザクザクと切っていきます。まあ、今回は2人分なのでパンを8枚切りますが、もちろん好みの量で作ってあげてください。要はパンを挟むのでってことですよね。はい、ではこんな感じで全て並べていきますね。では今度はこのモッツァレラも切っていきます。でこのパンに挟んでいわゆるこの、ま、真ん中に収めたいので、まあ、大きさ的にってことですよね。もちろん好みの大きさでいいんですが、だいたい厚さ的にそうですね、これぐらいの7ミリ8ミリ幅ぐらいですか。でちょうどこう挟まるような感じで大きさで切ってあげてください。ではどんどん切っていきますね。で今回これをパンに挟むので4枚ですよね、切っていきます。まああんまり大きすぎないように、厚すぎないように気をつけてあげた方がいいですよね。でこれも並べて、まあ、このあと作業がしやすいようにということですよね。まあ、こんな感じで置いていきます。ではこの卵を割ってあげて、まあ、いわゆる卵液ですよねを作ってあげる感じですね。卵とここに卵を溶いてあげて、まあ、いわゆる卵液なんで本当にこの卵を溶いてあげる感じですよね。この白身をしっかりほぐしてあげて、でここにこの牛乳も合わせて、もちろん牛乳の量は好みなんですけど、まあこの、まあ、卵液を作りやすいように、全部入れちゃいますね。まあ、いわゆるこの卵の濃度がしっかり溶けるぐらいの量がいいかなって感じです。でこれぐらいしっかり柔らかくなったところにちょっと塩コショウを合わせて、まあ、いわゆる味をつけてあげる感じですね。今回のこのモッツァレラインカロッツァはこのパンとモッツァレラなので塩分がほぼないので、まあ、しっかりここで塩分と塩コショウですよねしてあげると美味しい味になるかなと思います。もちろん強すぎたらしょっぱくなっちゃうので、それだけ気をつけてあげてください。はい、ではこんな感じですね。ではこの先ほど切ったこのモッツァレラをこの卵液にちょっと浸してあげて、まあ、ここで塩コショウも入ってるんで下味もつきますよね。横にこうパンに挟んであげる感じですね。こんな感じで、でこのままパンを挟んであげてちょっと押してあげる感じですね。するとちょっとこのいい感じの形になっていくのでってことですよね。これをどんどんつけてあげます。ではこの先ほど挟んだこのパンとモッツァレラですよね、これしっかりこう挟んであげて、まあ、ちょっとこの崩れやすくならないように気をつけてあげてってことですよね。でここにこの、まあ、今回こうセモリナ粉をつけましたが、もちろん小麦粉でも大丈夫です。この周りも全体的にちょっとつけてあげて、
でこんな感じで粉をついたところにこの卵液を浸してあげます。で、まあ、しっかりこの全体にちょっと浸してあげて、側面もしっかり浸してあげて、でこれを一度しっかりこの卵を切ってあげて、このテリアの上に、天板の上に置いておきます。でちょっとこうなじませたところで揚げてあげる感じですね。では全ての工程をやっていきます。はい、ではいきます。ではこの油の温度がだいぶ上がって、そうですね、だいたいこう低温の160から170ぐらいの温度帯がいいかなと思います。あんまり高すぎるとこの卵がすぐ焦げて、まあ、モッツァレラが溶け出してしまうのでってことですよね。ちょっと低温の揚げ加減でこれぐらい入れてあげて、まあ、ゆっくり丁寧にやってあげたらいいかなと思います。まあ、この先ほど卵とパンがしっかりくっついているので、まあ、ゆっくり優しく入れてあげるのがいいですよね。じゃあこんな感じで全て入れていきますね。じゃあこれを全て入れてあげて、まあ、ちょっとこんがりと揚げ色がついてきたぐらいでちょっと返してあげる感じですね。崩れないように優しく返してあげるといいかなと思います。はい、じゃあ全てを返してあげて、まあ、全体がこんがりといい色になったら、まあ、様子を見てあげながら返してあげるといいですよね。で今回はあのフライパンの鉄のフライパンで揚げましたが、もちろん好みの、 いわゆる揚げる用の鍋でやってあげたらいいかなと思います。まあ、崩れやすいので優しく持ってあげるといいですよね。でこの全体がこんがりと色がついたところで揚げてあげるといいかなと思います。もちろん揚げすぎると今度はこのモッツァレラが溶け出してしまうので、溶け出すというか、まあ、柔らかくなっているのでってことですね。まあ、しっかり卵液がついているので大丈夫だとは思うんですけれども、こう様子を見てあげながら油を切ってあげたらいいかなと思います。じゃあ全体がこんがりついたところで揚げて油を切って、しっかり油が切り終わったところで盛り付けてあげる感じですね。はい、ではしっかり油が切れたところで盛り付けていきますね。まあ、今回はもうシンプルに、まあ、いわゆるモッツァレラにカロッツァフィンガーフードみたいな感じなので、このかいわゆる紙の上に乗せてあげて、はい、ではこれで完成です。じゃあボナペティット。はい、ボナペティット、いただきます。はい、じゃあこちらですね、はい、あのモッツァレラインカロッツァ、はい、まあ、揚げたモッツァレラパン、ね、揚げたモッツァレラパンですね、はい、揚げパンですね、揚げパン、はい、じゃあいただきます。はい、いただきます。うめえなこれいきなりなんかすごくね、あのワイルドなことを言ってる雰囲気ですけど、これちょっと初ですね、そういううめえなこれ、あの、うまっ、うん、まああのね、揚げたパンは美味しいに決まってるというこうこともあるんですが、あの揚げパンですよね、はい、だとやっぱりそのなんだろう、このやっぱね、うん、南イタリアのね、はい、ちょっとワイルドさを感じるというかな、確かにフィンガーフードっていうか、本当にこう、ね、今回こうやって料理よくあの食卓に座って食べてますけど、うん、根本的にはね、もう本当にこうフィンガーフードみたいな、そうです、その辺路上で食べるような、うん、ピッツァフリッタに近いような感じかもしれない、ね、揚げピッツァですね、うん、確かに確かに、ビールと、うん、な路上で流し込むみたいな、本当におやつって感じだよね、そうですね、もはや結構アペリティーゴじゃないけど、うん、本当おやつ、もう本当になんか日常的に食べるような料理かなと思いますが、うん、うん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 、なんだろう、すごくね簡単な料理ですよね、そうですね、うん、パンとモッツァレラ挟んでラーメンで揚げただけのシンプルな料理ですよね、うん、はい、いやでもこれはうまいな、誰考えたんだろうこれちょっとナポリの人に聞かれてもナポリの料理ですね、ナポリされるのどうでしょう、モッツァレラですからね、まあ、イタリア南ではよくある食材ですよね、うんうんうん、もちろんフィレンツェにはないです
今あっと結構多分あっという間に食べたね今ね。一応もう一個行こうとしてた。そう本当にね、こう喋ってるからまだこのだるんだけど、喋らんかったらもう本当にあっという間ですねこれ。1秒でブンブン。そうですね。いやまたこれさ、ビールもいろいろワインも合いますねこれ ね、 ね、白ワインがね、やっぱりワインは白ですね。いや素晴らしい、これはやばいな。なんかちょっとこう今までにない路線というかさ、まあ、当然今までどっちかというと当然基本的にはパスタだったりメインだったりこう座ってさおとなしくというか食べるものだったんだけど、はい、これはすごいな。また南イタリアに行くと一気にこういう、うん、路線に、はい、いや本当にちょっともっとこういうのやってくださいよ。ちょっといろいろ考えましょうか、うんうん、これね、このあの本当にモッツァレラがいい感じに、そうなんですよね、うん、伸びるんですよね、うん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 、うわー、そう伸びるじゃん、うん、なんだろう、やっぱりね、モッツァレラチーズっていうのはそのまあフレッシュというかさ、はい、その熟成させてるものではないので、うん、非常にこういわゆるミルクのね、はい、あの牛乳の味もしますするし、うん、やっぱりそういう意味ではこうやって開けた時にこう全然当然臭みもなくて、うん、本当になんかフレッシュな感じ、はい、うん、だそれがちょうどこの揚げたね、あのパンをちょっとあの 牛乳というか卵をね含ませて揚げた時のパンとこれはものすごい良い相性で、うん、これはダメだな。ダメってな、うん、ダメってな、なんだろう、あのもうなんかこんなの食べたら逆に働く気なんかないよね。でも本当にこのパンとモッツァレラを卵液でつけて揚げただけの本当シンプルな料理なんですけど、うんうんうん、味わいがやっぱり豊かですよね。豊かだね、うん、これは本当にそう、なんかシンプルなんだけど当然チーズのね旨味とかもあって、でもこのねパンと卵と胡椒となんかいろんなそういう味の要素が程よく入ってるので、うん、そうですね、まあ、今回このねパンは柔らかいパンを使いましたけど、うん、結構1日置いてとか、うん、そのちょっと硬くなったパン、うん、でも非常に美味しく食べられると思いますね、うん、卵液を浸してちょっと戻したり、はい、だそういった意味で非常にあの考えられてる料理ですよね、うんうんうん、無駄なく食べるという、そうね、本当にやっぱり根本的にはそういうこう無駄にしないというか、あの食材をこう、まあ、そういうのはイタリアすごくあるけども、いや無駄にしない捨てない、うん、あの日に日が経ったものでもちょっと美味しく食べようっていうのがやっぱりね非常に多いので、それがすごくよく感じられます。あでもこれは本当にね、簡単な料理だと思うので、まあ、モッツァレラチーズをね手に入れなきゃいけないっていうのあるんですけど、まあ、それができたらぜひね皆さんもお家で試してみてくださいっていうおすすめ料理だと思います。はい、ではではあのこんな感じでまたよろしくありがとうございました。ありがとうございました。